アで車を買う人は、まあ、いないんですよ。まあ、いないと思いますね。とは言ってもドアっていうのはどの車にも必ずついてるもので、ファーストタッチというかですね、そこで伝えるっていうのは大事な領域だと思ってます。まあ、スライドドアのその構造的な問題でやっぱりすごく難しいんですよね。重さって絶対的な荷重だけではないっていうことが分かってきています。最初軽いのが後でグッと重くなるのと、それが徐々に重くなるのとでもやっぱりフィーリングを受ける感じがだいぶ変わってきますね。とは言ってもですね、あまり主張しすぎてもいけないので、要は無意識のうちに、なんて言うんですか、変に気にならないっていうのが逆にいいことだと思ってるんですけど、まあ、確かにその障子みたいに静かに開いて静かに閉まるっていうのは、まあ、理想、スライドドアって言ったら多分理想に近いものなんだろうなと思います。そのドアの動きをどういうふうにしたらそのフィーリングがよく感じるかとかですね、そういうことを配慮した設計をしていますね。けども、ただ感覚というのも、いいというものをなぜいいのかっていう原因を、要因っていうのをやっぱり調べてですね、ちゃんと数値化して図面に反映させるということをやってるんです。まあ、その数値化するという作業はやっぱり一番難しい。まあ周りの例えば、まあ、男性だったり女性だったり、まあ、いろいろ背の高い人低い人、いろんな人をサンプリングしてですね、私は子供が2人いるんですけども、本当にまさにターゲットユーザーで、まあ、自分たちが欲しい車っていうか、自分たちの生活の中に使える車っていう、そのなんていうんですかね、ターゲットユーザーとしていろいろ考えっていうか思ってるところもありました。まあ、車の、まあ、ただの工業製品って言ったら、まあ、それで済むんですけど、やっぱりそれだけじゃない、作り手のその思いを形にしてるというか、そういうところが旧大店を狙ってばっかりような車を作ってもお客さんは見向きもしてくれない。マツダの車を選んでくださってるお客様というのは、まあ、車そのものも気に入ったというのも当然あると思うんですけども、その車作りに対する会社の考え方であるとか、そういうところをやっぱり気に入って買ってくれてるというふうに、まあ、捉えています。そういうところが他のカーメーカーと少し違うのかなっていう気がします。